どうもトベです。今回はですね、怪しい中華サイトの Team で1万円分野球アイテムを買ってみました。 Team とは最近ね、 YouTube とかインスタの広告で見かける超絶怪しいサイトなんですけど、こちらは中国で大量生産して海外で売るサイトで、いわゆるアリエクとかシーンみたいなやつですね。以前ね、アメリカのスーパーボールで19億円分の広告を出して急成長中らしいです。で、僕なりにちょっとね、いろいろサイトを覗いてみたんですけど、やっぱりね、模造品とか怪しいのもね、いっぱいあります。他の方の YouTube の動画でレノボのワイヤレスイヤホンを試しに買ってたんですけど、そもそもレノボはワイヤレスイヤホン出してないらしいんですよ、みたいな感じで、ちょっとね、怪しいサイトではあるんですけど、先にね、ネタバレします。僕今回エボシールドのスライディングミットを買いました。野球用品で売ってた有名なやつがエボシールドだけだったんですよね。ナイキとか有名どころの野球用品は売ってなかったんですけど、エボシールドだけはエボシールドって売ってたんですよ。なので、もしかするとね、レノボのワイヤレスイヤホンみたいに偽物かもしれないんですけど、エボシールドのスライディングミットって元は8000円なんですけど、なんとね、2500円で売ってたんですよね。まあ偽物でも、まあ2500円だったら許せるかなと思って今回手を出してみました。で、一応ね、使ってみたいとか怪しいって思ってる人、支払い方法は結構いろいろありまして、僕は今回ペイパルを使いました。一応ペイパルが安全を謳っているので、そちらを経由して払ったんですけど、まあね、実際安全かどうかっていうのは確かめようがないので、気持ちの問題は大きいと思います。ということで、僕が買った1万円分をどんどん紹介していきたいと思います。1つ目、実はこの服がそうです。こちらのお洋服、元値が2700円だったんですが、1241円で購入しました。この服はですね、もう単に可愛かった。ブランドを謳っているものではなかったので、まあ、偽物とかそういうのはないかなと思って買ったんですけどね、まあ、絶妙に安っぽいですね。このクマもね、ただ貼ってあるだけみたいな感じなので、見た雰囲気だけはちょっとね、もう少し高くても良さそうなんですけど、しっかり1200円値段相応というか、まあ、練習用にはいいかなっていう感じですね。これが1つ目の買った商品です。次、2つ目、もしかするとね、気づいてたかもしれないんですけど、こちらのね、メキシコ代表のキャップ、こちら元ね1880円で、なんと599円です。安いちなみにこちらは調整可能なタイプになってます。めっちゃメキシコだな。まあこれはもう完全に大量生産型ですよね。ちなみにこれ買った時にね、プエルトリコとかもあって、僕プエルトリコ欲しかったんですよね。ただもうプエルトリコとこのね、メキシコも完全に売り切れてましたね。まあ見ての通りね、ニューエラではないので、練習用にはいいですよね。クオリティ的にも全然問題ないです。ということで、2つ目がこのメキシコ代表のキャップ、599円でした。次、アクーニャ選手の飾り、一応メタルなんでポスターとか布製ではないんですよね。こんな感じでメタルにはなってます。去年ね、 MVP を取ったアクーニャ選手なんですが、僕がね、以前買ったこのチャンドラーもアクーニャ選手モデルなんですよね。まあ、それもあって、あのアクーニャ選手のものを買ったんですけど、どうだろう、カメラからこうやって見るとちょっと良さそうに見えますか？ちょっとだけクオリティ高そうじゃないですか。でもね、あの近くで見ると割かし結構ね、粗いです。なんかこういうとこに置いとけば、なんか雰囲気は悪くないですよね。むしろかっこいいというかね。なんで多分ここら辺飾ると思います。こちらのアクーニャ選手は、元ね2000円からの509円でした。まあ500円でこのクオリティだったら、まあ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 、もう悪くないんじゃないですかね。たまにね、アマゾンとかでもこういう感じのやつ売ってるんですけど、アマゾンで500円じゃ多分手に入んないですね。なので、まあまあお買い得ではあるかなと思います。ここら辺に飾っておきましょう。はい、次ですね、こちらです。野球の動物フィギュアです。これはもう完全に中国語しか書いてないので中華商品ですね。これはね、見た目で可愛かったので買ったんですけど、こちらね、全部で9種類あるんですけど、元値がね2500円だったから、2500円で9種類来るかなって思ったんですけど、1個でした。ちょっと開封してみますね。中身は、左ピッチャーの猿でしたね。めっちゃ猿でした。可愛いけど、パッケージが狼だったから、ちょっとこっち期待したんですけどね、まあ、可愛いけどね、びっくりするぐらい刺さんないんだけど、なんかここら辺に中華を感じますね。まあ、こんな感じですね。なんか悔しいからもう一個買おうかなということで、機会があったらまた買いたいと思います。 Amazon とかでありそうかなって思ったんで、ちょっと調べてみたんですけど、なかったですね。なんか日本でもこういうのあったらいいなって思いますね。次がですね、こちらの段ボールなんですけど、開けてみようか。せーの、オープン。そうだ何買ったかちょっと忘れてたんですけど、でかいな。自分の想像していた3倍ぐらい大きいですね。はい、バンクシー風の置物ですこちらが元値4000円が1084円です。
僕の LINE のアイコンがですね、以前バンクシー展っていうのをやってまして、そこで撮ったものなんですけど、そんな私をくすぐるようなバンクシーっぽさのある像が売ってたんで、ちょっと買ってみたんですよね。自分の想像してた感じとしてはこれぐらいのサイズ感だったんですけど、かなり大きいです。キャップと比べてもこんな感じなので、かなり大きいですね。これもですね、ちょっとぼんやり見たらかっこいいかもしれないんですけど、こういうなんかボールとか、このベースボールって書いてある感じとか、ぼちぼち荒いですね4000円から1000円って考えるとだいぶ安く感じます。完全に自立もできますね。まあまあまあ悪くないでしょう。はい、次バッテって歌ってたやつです。一応これ元値が9000円らしいんですけど、2700円でした。バッティンググローブって調べて一番まともそうなのがこれだったので買ってみたんですけど、なので、初めての中華バッティンググローブだと思ってたんですけど、スポーツグローブしか書いてないんですよねだから野球の用途だけではないグローブですね。ちなみにアリエクだったら1000円以内で売ってたんで、このバッテの買い物は、失敗です。需要があったらこれの動画作ってみたいと思います。一回ちょっとつけてみます。あーちょっと面白いな。手の甲側は結構ね、あのストレッチ効いててグッパグッパしやすいんですけど、中がねカッターズ系ですかね、エナメル質ですね。全然滑らなさそう。バッティンググローブではないなこれ。でもどのバッティンググローブよりも滑らないと思う。グリップ力だけで言ったら世界一滑らないと思います。スプレー絶対いらん。手をパーにしても下に下がっていかないですからね。それぐらいグリップ効いてます。練習用だったら使ってもいいかなって感じですね。デザインはダサいですブーズンっていうんかなあ、ちょっと待って、書いてあるわ。トゥーサイクリング、ジム、スキー、モーターサイクル、ビリヤード、ライディングホース、ゴルフ、フィッシング、ボーリング、ランニング、セーリング。え、ベースボールは、ベースボール書いてないじゃん。プロフェッショナルスポーツグローブとは書いてあるんですけど、バッティンググローブで売ってたんですけどね、ベースボールとは書いてなかったですね。ということで謎バッティンググローブでした。はい、ということでね、いろいろ見ていきましたが、これが大本命です。最後、エボシールドのスライディングミット。ちょ、見た感じ本物ですね。あー、かなり本物に近いというか、これはさすがに本物じゃないか。この後ろのやつとかを見ても英語で書いてあるので、かなり信憑性は高いですね。でもここよく見たらメイドインチャイナって書いてあるんですよね。だもしかしたら本物ではあるけど、もともとエボシールドがメイドインチャイナだから取り扱いしてたのかな。ちなみに偽物だったとしても、ちょっとエボシールドのスライディングミット初めてだから判別はつかないです。実際多分こんな感じですよね、エボシールドのスライディングミットって。エボシールドも実際右手用左手用ありますもんね。今回僕はねこうやってね右手用のやつを買いました。まあ分かんないですね本物か偽物かはちょっと分かんないな。まあでもここにちゃんとね鉄の板入って硬いですし、もちろんね手前の方のここの部分にもね鉄の板が入ってるので、スライディングミットとしてはしっかり使えるような製品になっていますね。ってことだから、まあ、多分本物なんじゃないかな。こんだけエボシールドって書いてあって偽物であってもらっても困りますけどね。という感じで、おそらく本物であろうエボシールドのスライディングミットです。こちらが元値8000円のところを2500円で手に入れることができました。まあ安いですね。ということでね、全部紹介し終えましたが、いかがだったでしょうか。一応ね今回僕は欲しいものを1万円分買いましたが、サイトをしっかり見た方であるんですけど、別にね野球用品そこまで幅広く取り扱ってるわけではなかったですね。興味がある人はサイト見てもいいかなぐらいだと思います。今回買ったものは合計で1万円かからないぐらいだったんですけど、一応どれも割引みたいになってて、割引前の値段で全部買っていたら3万4000円ぐらいになってましたね。そういう意味ではお得ではあったと思います。興味がある人はぜひ自己判断で使ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。それではさようなら。